こんにちは、のろぺこです。新入荷の情報なんですが、今回かわいい猫の生地とそしてうさぎの生地が入荷しています。すいません、またお外の工事がガタガタ音がうるさいです。大きいバッグとかも入荷していますが、まずはポーチ類からご紹介をしていきます。町が大きい猫耳ポーチ。もう一種類の猫耳ポーチは大きめで外ポケットがあります。町の薄さはちょっと薄めな感じですけど、たっぷり入ります。大きな猫耳ポーチはこちらの猫生地です。こちらは船型のポーチです。こんな感じのアンティークな猫の生地も入ってきてます。そしてこちらとこちら、こちらのポーチは底部分にマチがあります。斜め掛けができるスマホポシェットです。こちら短くセットしていますが、紐の長さは調節ができます。そしてスマホをこちらに入れていただいて、横部分にファスナーポケットがあるので便利です。生地は猫の生地と、今回ウサギの生地も入荷していますよ。2023年はウサギ年なのでこちらもおすすめです。サイドポケットがある大きいトートバッグです。こちらで形を説明しますけど、こんな感じで両サイドにポケットがあるんです。こちらのポケットですけど、ペットボトルとか入れても便利です。そしてしっかりした生地で作られていて、底部分のマチもたっぷりあります。こんな感じで肩掛けができるので便利です。そしてマグネットタイプのボタンと、内側ですけど仕切りがあるポケットがあります。このタイプの生地とこのタイプの生地、モフモフのシャム猫ちゃんみたいな感じで可愛い生地です。こちら少しだけ、大きさがちっちゃいようです。形は同じです。こちらは丸型のトートバッグ、可愛い猫の生地で底部分楕円の形、マグネットタイプのボタンで内側の生地、こちらも猫の生地です。そして仕切りがあるポケットがあります。一つ一つの作品についてはまた別途動画をつけますので、そちらの方をご覧になってみてください。こんにちは、あたちこごめちゃんです。